コブラとは第二次世界大戦後の西ヨーロッパで起こった前衛芸術運動。原初的なエネルギーに満ちた激しい絵画で知られ、カレル・アペル、コルネーユ、アスガー・ヨルンなどの芸術家が代表的。1948年11月にパリで結成され、活動期間は1949年から1952年の間であった。コブラという名称は、 グループ結成に主導的な役割を果たした、ベルギーの詩人、画家のクリスチャン・ドートルモンが、メンバーの本拠地のコペンハーゲン、ブリュッセル、アムステルダムの頭文字を取って付けたものであり、その名の通り、パリやニューヨークの現代美術の流れから、やや距離を置いた、独自の活動を行った。カレル・アペルの野外彫刻作品コブラは、オランダのグループ、レフレックス、ベルギーのグループ、 シュールレアリスムレボリュシオネール、デンマークのグループ、ホストが合流して形成された。その活動期間中、二度の大きな展覧会を開いている。一回目は1949年に、オランダ・アムステルダム私立美術館で、二回目は、ベルギーリエージュ市のパレ・デ・ボザールで開催された。このグループは、前の世代のシュルレアリスムの点末を批判し、シュルレアリスムが描こうとしていた。 無意識などの世界を絵画や詩を通して改めて捉え直そうとした。その絵画作品は鮮やかな色彩と激しいブラッシュストローク、歪められた人体などからなる反抽象的な画面が特徴であった。インスピレーションの源は世界各地の民族芸術や原始芸術、民衆芸術、子供や障害者の絵画などであり、その純粋性、楽天性、 原初のエネルギーに自分たちの目指すものと共通するところを見出していた。激しい絵画空間や無意識の世界や純粋さへの関心は同時期のアメリカのアクションペインティングやフランスのアンフォルメルと共通するところが大きくヨーロッパの美術の道筋を示した運動の一つと位置づけられる。アムステルダム近郊のアムステルベーンにはコブラ美術館があり、 コブラの作家たちの作品や資料、その他各国の全英芸術運動の作品を研究、展示している。ありがとうございます。